俺のせいじゃないから。俺のせいじゃないから。俺のせいじゃないから。これはほんと気をつけないと、あれね、サバ主のサーバーが死ぬね。俺のせいじゃないから。軽くしよう。僕もちょっと、お手伝いするよ。木材欲しいし。鋼鉄どここれ中心機能。わかんない。わかんない。もしくはもうちょっと育たないと出てこない可能性もあるよね。そう、せっかく上がったティアが全部、ゲームステージが全部下がっちゃったからな。死ぬとね、本当に良くない。よろしくない。俺、燃えたし。クマに投げ込されたし。違う、オオカミに食べられてる、ね。イエーイ。そうだね。私が来た。ノアさんの死因は、オオカミにハグハグ。オオカミハムハムしちゃったのがいいんだね。弱肉強食の世界負けました。ペンギンはオオカミに勝っちゃったんです。普通に勝てないからね、ペンギンはオオカミには。ペンギンはオオカミに勝てませんでした。何の成果も得られませんでした。その時、ペンギンは理解したそうだよ。鹿を剥ごうとしたら、まさか。狼に襲われたから。鹿の皮をかぶった狼。そう、鹿をね、ハギハギしてたら急にカブ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 されてるから、うわいやー、見たかったな。いやね、そういうのもね、あるんでね、ちょっと一緒に行動しましょう。何があるかわかんねえから。さて、お、結構木減って、いや、全然減ってないな。じゃあ早速朝の恒例行事、トレーダーの確認をしていきたいと思います。はい。これ、うん、倒木で誰か死にそう。あ、それ気になっていたんですよ。倒木で死ぬのかどうか、ちょっとやってみますか。やめてください。え、やっぱカメラマンがね。えそこはやっぱカメラマンが自分の体だ。わかった。じゃあまだ一回も死んでない、私が。よし、来い、嫌だ、来い、ここだ。正面立って。はいよ。もうちょい。ここだ。ここだ。さあ来い。行くぜ。さあどうなる。倒木のじゃあ強靭だ。ないのか。そうなんだね。強靭な肉体だ。ね、今まで通り倒木によるダメージは我々にはなくなってしまったようですね。あってもいいと思うんだけどな。ねえ。その隙に、じゃあトレーダー見てくれまーす。あ、ちょっと待って、待てい、あ、待ていペンギン、私が初期だ。誰だこれ、施錠済みって。あれ、開いてない。あれ、開いてないね、なんで。え開いた。え、なんでなんでなに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 、お先だ。なんで、誰で鍵閉めたの。あれあれ、在庫私見れないんだけど。俺見れない。え、あれあれ、見れるんじゃなかったっけ。あれ、はい。あ、見れた。いいもの、いいもの、うん。見れなかった。あ、ふいご、ふいご、ふいごがある。か、あー、うん、ふいご。いや、か、いや、お金、そうだ、預けたんだと。そうだった。道具箱、貯金箱にお金は預けてあったんだった。いいよ、うん、今からそちらに向かうからね。じゃあとりあえず今日は、ですね、ん？どうする？どうも、寒気太郎と、ここの後、マピオンと、ミヤでございます。セブンデイズアルファ19、飛んでいきたいと思います。今回はですね、まあ、さっさと、車が欲しいので、まあ、本を手に入れていきたいのと、我々ね、全然物資がないので、物資を集めていきたいと思います。で、それに伴いまして、この街をね、まあ、一通り探索していきたいと思いますので、それでは皆さん行きましょうか。霧を切り倒してからね。あれ、増えた。増えた？ノアさんとこの描写が。え？増えた？どういうこと？ポンって出てきた。あー、ということは、他の木が邪魔で出てこなかった奴らが出てきたって感じかな？うん。まだ生えるんか。まだ生えるということかな。まだ植えてあるのか。光だーっつって。やめて。
なんか木をミリで残してる人いる？え、いや別にそういうわけではないと思うよ。私もミリの木何本かありました。え、いや別に、なんだこれ。え、そういうわけではないと思うよ。あれ誰だろうな。ミリの木がすごい。うわぁ、バグじゃないかしら、密集して上すぎて。あー、そういうこと。そうなのかな。はい、痛い痛い。普通なら死んでる。それとも誰かの陰謀なのかな。うん、私ではない。まさかそんなマメなことはしないでしょう。そうだね、やるなら徹底的に生きちゃうね。手の込んだことやる人なんてこの中にはいないはず。いないっすね。そうだね。さあ、あ、大丈夫だよ、ノアさん。ダメージないから。ダメージないから大丈夫って。恐怖なんだよ。1回に1回ぐらいあると思う。え？知る恐怖なんだよ、倒木って。うん？ここかな？ここだな！ここだ！ここだ！やはりダメか。いやね、さっきミヤドンが言った通りね、あってもいいと思うけどね、倒木ダメージ。あれ？なんか来たぞ。あ、なんか来たよ。これはダメージがある音だな。そうだね。どっから出てくる？あ、ちょっと、終わりです。終わりです。植えとこ、植えとこ。いや、いい感じに木材が集まってきてますね。いいよ、いいよ。俺、さっきからさ、マピエモンがさ、見えないんだけどさ、どこにいる？木の中？木の中。マピエモンここです。あ、よけたな、こいつ。皆さん。言い出した本人が言うのもあれだけどさ、マピエモンって。怖い、その格好でこっちに歩いてる。怖い、びっくりしてるよ。で、新種のゾンビかなと思ったね。怖かった、今。びくってしたもん、今。そんな言わなくていいじゃないですか。検討体制で。健全のマピオンですよ。健全のマピオン、絶対そんな健全な格好してないから。そもそもマピオンは健全の。おっと。あ、今のはおこですよ。今のはおこですよ。今のはおこですよ。いや、なんでもない、なんでもない、なんでもない。ミヤさん、ノアさん、やってしまいなさい。勝手に勝手。私は無敵だ。まあ、こんなもんでいいか。うん、とりあえず行きましょうか。こんなもんでいいか。ひとまず。そうだね。どうします？病院に探検します？それとも。あ、もう探検しに行きましょう。うん。探検しちゃいます？行っちゃいましょう。行っちゃいましょう。あ、怖い。まあ、来ちゃうか。もうなんだったら。全部切っちゃう。全部切っちゃう？いいよ。切っちゃおう。え、もう行き満々の体勢になってた。もうだってもうなんかね、まだね、やってる人がいるのよ。誰だろうな。誰ですかね。誰だろうね。ご飯みんな持ちました？お弁当持った。持ってない。いいえ。あれおかしいな。お弁当もらってないよ。あとちょっとあるんで。マピエモン道具出して。なんでマピエモンなんですか。道具出して。隊長が1本だけ残していった。え？ああ、今回もそういえばこの形の拠点なんですね。そうですね。今回はね、あの形からさらにちょっとね、いろいろ発生させていこうかなと思っていますんで。お楽しみに。これさ、ご飯。はい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 。何万キャラアイテム絶対してばっかりするよ。そうだよ。やばいよそれ。まずここが1階だとするじゃん。2階が迎撃ルーム、3階が多分その物とかいろいろ置くところだから、3階ができないとちょっと移動できないです。急げー！オッケー、とりあえず、車を探せ。車だね。そうだね。雪山っつって言いましたよね。雪山もいいんですけど、まあ雪山にしま、いや待って、服がない。いや、近くの町が私雪山しかわかんないんですけど。おお、ここの町あります。ここの町はもう終わってるのか。いや、終わってるわけではないか。ね、ここからね、西の方にね、行った方なんだよね。南を持ってないな、この町は。あ、確かに。南の方ね、宮殿の途中までしか見れてないんだよね。オッケー、じゃあ、漁ってない建物を漁っていきますか。じゃあ、南の方へ、レッツゴー。はーい。まさかギャンギャンって進んでいくんだけど。なんか今ね、ミヤさんミヤさんのサーバーがちょっと限界味を感じてますよ、ね。絶対ユグドラシルのせいでは。それユグドラシルが悪いね。やられてるんだけど。やっぱあれ立てちゃダメだったんじゃん。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。ツイッターでいろんな情報を発信していますので、そちらのフォローもぜひお願いします。あと何自作で LINE スタンプも作ってますので、よかったらぜひ使ってみてください。それでは次の動画でお会いいたしましょう。噛んだ。